では早速ですね、料理の方に振りかかっていきたいと思います。で今回はですね、こちらの玉ねぎのみ和食材として使いまして、あと小麦粉ですね、こちら使っていきたいと思います。では玉ねぎ切るだけですので、まず先に油をかけていきたいと思います。では今回はですね、こちらのキャノーラ油を入れていきたいと思います。で使うためとしては、まあ普通のフライパンですね、フライパンのちょっと深いやつを使っています。でこちらの油を半分ぐらいですかね、入れてしまって、それちょっと温めていきたいと思います。で天ぷらって結構油使うイメージあると思うんですけど、まあそんな2人前とか3人前とかでしたら、大体1、2センチぐらい油があればできますので、このぐらいですね、このぐらい多分1センチちょいぐらいなので、これで作っていきたいと思います。はい、では玉ねぎの方に取り掛かっていきたいと思います。玉ねぎはですね、まずは皮を剥いていきます。でこの根っこの方ですね、こちらちょっと落としまして、頭の方を少し削って落とします。であとは手でもいいんですけど、僕包丁で剥いたりするんですけど、ここの皮の部分に包丁の先をちょっと当てまして、で親指で押さえて引っ張るように剥いていきます。このような感じですね、まあ、本当に手でこうやって爪などかけながら剥いていくこともできますので、お好きな方で剥いてください。はい、では玉ねぎが剥けましたので、こちらをスライスしていきたいと思います。でかき揚げ用ですので、薄くスライスすれば大丈夫ですので、まずこれ真ん中で落としてしまいます。でこの芯の部分ですね、こちらをちょっと斜めに入れまして取っていきます。で同様に反対側も取っていきます。でこちらをこう薄切りにしていくんですけど、この部分ですね、一番最初に切りますとこのように厚くなってしまいますので、この部分をあらかじめ何本か切れ目を入れていきます。でこう落としてあげると自然とこう切れてますので、このようにちょっと試してみてください。はい、では同じぐらいの厚さでですね、トン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 と切っていきます。はい、これ大丈夫ですね。はい、もう一個も同様に切っていきます。ちょっとこう落として倒してあげると切れますので、はい、こちらをですね、ボウルにほぐすように入れてあげますとよろしいかと思いますので、ほぐれるような感じで、はい、このような状態になりました。ではですね、ここで天ぷらで一番重要なところなんですけど、こちらのかき揚げに使う材料に打ち粉というものをします。で打ち粉っていうのは小麦粉などをまぶして、下衣をつけとくというようなイメージなんですけど、これをしておくことによってかき揚げの衣にちゃんと食材がくっついてくれますので、大体これ大さじ2ぐらいですかね、入れて、全体にこうまぶしてあげて、一個一個の玉ねぎの刻んだやつが衣がまとうような、粉がまとうようなイメージでつけてもらえれば大丈夫です。これ本当にめちゃくちゃ重要なところでして、これをやらないと引き上げた時に衣だけどっか飛んでっちゃって食材がくっつかないとか、そういうのも起きますので、これはしっかりとやってください。はい、こんな感じで大丈夫です。はい、では次にですね、天衣を作っていきたいと思います。でこちらの小麦粉が 60g と水が 60g ご用意してます。こちら結構重要なとこでして、小麦粉だけですので混ぜすぎるとグルテンがちょっと出てきてしまうので、それが天ぷらの一番の最適なので、それを注意して混ぜすぎないように作ってください。ちょっと水足りなかったので足します。 30cc ぐらいですかね。もう少しいきましょう。60、小麦粉が1の水が2ですかね、その割合で混ぜていきます。あとレシピの方で後ほど示しておきますので、
ちゃちゃでちょっとご確認ください。で作った小麦粉と、先ほど混ぜた玉ねぎ、こちらを合わせていきます。こんな感じですね。でここもあんま混ぜすぎないようにですね、ざっくりと全体が絡むようにしてください。でもたまにこう端っことかに小麦粉の粉の混ざってない部分が残っていると思うんですけど、それはあの逆に大丈夫です、ね、それむしろそれがあった方がいいですので、あの気にせずにそのまま使ってください。はい、では天ぷらを揚げていきたいと思います。で油の温度なんですけど、かき揚げはですね、160度か170度ぐらいがちょうどいいので、ちょっと油の温度を確かめていきます。であの温度を確かめるときには天ぷらの衣もちょっと垂らしてあげるといいですの で, であの今下にちょっとつきそうなところで上がってきたと思うんですけど、一番下までついてきたら大体160度ぐらいですね。であの真ん中で上がってきてくれたら170度とか180度ぐらいですので、ちょっと今低いので上げていきます。で温度は常に変わりますので、揚げながらちょっと落としながらこの天ぷらの衣を落として見てあげるとよろしいかと思いますので、はい、ではちょうど良くなってきましたので入れていきたいと思います。でですね、かき揚げのポイントなんですけど、一度このようなお玉にすくってあげまして、そこから、油の近くで落としていくように入れてあげると綺麗にできます。でこう落としていってあげて、そのままトントントンとついてあげて中に空気入れてあげます。でそれで壁のフライパンの側面ですね、つけるようにしてあげますと、これでもう固まりますので、はい、では続けて2個目いきます。入れてトントンしてこの側面につけるようにですね。で食材入れますと温度下がりますので、火は強めてください。で3個目いきます。同じようにやっていきます。はい、はい、では4つ目ですね。で天ぷらなんですけど、あまり、入れすぎても良くないんですよね。あまり食材入れるとこの分温度が下がってしまいますので、ある程度、これでもちょっと多い方ではあるんですけど、あと5個目は入れられないかなって感じですね。ちょっと感覚で申し訳ないんですけど、ちょっとやりながら試していろいろと試してみてください。それも料理の面白いところですので、楽しんでみてください。で今これ温度確かめますと、温度確かめますとちょっと低いぐらいですね。かき揚げはしっかりときつね色になるまで揚げてあげると美味しいので、じっくりと揚げてあげてください。感じになってきましたね。でやっぱ玉ねぎのかき揚げはやっぱ塩が僕は一番好きですね。これ食べながらビール飲むのがやっぱ最高なので、ちょっと皆さんこれ作った後にはビールでも、あとウーロン茶とかでも美味しいですからね、試してみてください。今しっかりきつね色になってきましたので、1個ずつ取り上げてます。でかき揚げ取るときなんですけど、さっき取ったんですけど、この油垂れてると思うんですけど、この箸でしっかりと掴んであげて、ちゃんと落としてあげるってことがめちゃめちゃ大事ですね。この油を、落としてあげることによって、よりカラッとしたかき揚げができます。で逆に落としてあげないと、今落ちてない分の油全部このかき揚げが吸っちゃいますので、カロリーカットとかそういう部分でもしっかりと切ってあげた方が美味しいかき揚げで、よりヘルシーに食べられますので、
ぜひこの落とす作業は怠らずやってください。では5個目作っていきたいと思います。で、6個目ですね。玉ねぎ1個で7個作れましたね。1人1個でしたら7人前かにあげ食べれますので、はい、はい、このような感じで出来上がりました。でこちら今回塩で召し上がっていただきたいので、塩をまんべんなくかけてください。それで天衣とか、天つゆか、天つゆ関係なく召し上がりますので、天つゆ好きな方は自分で作って試してみてください。はい、では実食していきたいと思います。で今回小麦粉でしっかりと揚げてますので、カリッとはしているんですけど、固めるような天ぷら粉とかのような卵白とか入ってませんので、ぜひ出来上がった直後にお召し上がっていただくのが一番よろしいかと思います。では実食させていただきます。すごいサクサクですね。しっかりと衣もサクサクしていて、玉ねぎよくやっぱ時間つけてかけて揚げてますので、すごい甘く仕上がってます。ぜひ皆さんもお試しください。でチャンネル登録いいねなどいただけますと嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回、失礼いたします。